画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。ホーキンス指定ですね。指定でやってまいりました。まあ、早速ね、発電機を回したいなって感じだったんですけども、なんだ今の信号は。発電機直すアーカイブやってるんで、発電機を直します。はい。パーク構成逆境猫セルフケア苦肉の策といった感じになっておりまして、まあホーキンスでも、エースとトリックスター、これ超弾アドオンですかね。超弾アドオン臭いな。破滅があるんで、破滅はなるべく早めに割りたいところではあるが、来てんのか。来てるな。あったわ。破滅かどうかは知らないけど。どこ？やば、そんな着地しないで。やば、ここトリックスター相手は弱いな。あ、殴られるんだったらいいや。ナイス。こっちに地下があるか。今超弾アドオンついてる。臭いな。跳ね返ってたよね。ここはさすがに死んじゃう。飛ばねえ。飛ぶ回る。飛ぶ。次飛びます。ああ、ダメだったか。まあ、読み負けではなく単純に距離が近かったね。まあ、しゃあない。一応呪いの塔っても発見したんで、私が発電機回したいのよ。サンキュー。まあ、メグも見つけるね、多分あれ。あのまま行ってくれたらメグ見つけると思うんで、ナイス。1セリの時点で、まあ、破滅は残っているものの、残り2台というのは、非常にいいペースなんじゃないでしょうか。結構いろんなところ走り回った気がしたけど、めちゃくちゃ回してくれたね。ありがたい。さあ、寸止めしといて、あそこ割ってるね。まあ、トーテム触ってくれてるっぽいんで、これは回しましょう。よいしょ。ナイスキュージョー。あー、まずい。そこで釣られるとメインイベント。
破滅壊せないな。起こせるか。OK。担ぐでしょう。壊せそうではある。またこれが霊障の地ではないことを祈って。破壊不死でした。これ上っぽいな。上探しますか。1階ではなく3階なんですけども。ないな。ないな。じゃあまあやりますか。発電機を。たまにね、ここの金網の上にある場合もあるんで、治療しよう。治療して有能で分回しましょう。よいしょ。不死破滅、堕落、あと1個が何かだな。まあ、最初のチースの時の感じを見るにガラクタいじりではないんですが、あれはつってもつらなくてもつくね。ここはよいしょ。 OK。 回したいけどな。アーカイブもあるし。じいちゃんが怪我したらでいいか。来てるな。オッケー、私追ってくれる。じいちゃんがあそこいる。これあのトリックスター相手はもう死に場所です。死ぬしかないのよここは。基本トリックスター相手は。あ、でもな、投げてこないな。アントンデボアホープ変な言い方になっちゃった。なるほどね。あれか。あそこにないか。あの箱がトーテムの頭に見えた。デボアか。デボアは不死破滅堕落ですね。よいしょ。デボア探した方がいいね。でじいちゃん割と隠密派だな。まんま見つかりたくないって感じか。一旦デボア探しと行きたかったんですが、なかなかそうも言ってられないらしい。デボア今何頭くんだ。今5頭くんだよね多分。4か。あ、もうあの人ラストか。
いや、ファーストチェイス失敗したのが痛かったな。ホーキンスのトーテム、最近でもここないよね、ここのトーテム。ないよな。鍵。鍵が欲しい。鍵さえ引ければ。ライトか。いやー、で、破滅か。倒れてんのか。いや、まずい。じいちゃんが割と隠密してるから、こういうのはね。あー、やられてる。各人がね、どれだけ負担できるかなんだよね。これきついね。まあ、猫反応したら即離れるでいいんじゃないかな。あ、やば。ナイフ投げるんだったら離脱して。うおー、でもここ板ないんだよな。じいちゃん回してないかな。回してた。ナイス。いや、これ向こう開けに行こう。こっち来そう。頼む、間に合ってくれ。猫逆境。猫逆境。ふぅ。序盤の楽勝ムードから言って、やはりデボアは怖い。いや、最後のね、ああいう盤面でのね、緊張感がね。おっ、ハッチ見つけてる。しかも不滅ある。素晴らしい。あそこから2脱出は素晴らしいですね。猫逆境がめっちゃ刺さった。いやー、よかったね。超弾アドボンと、なんだろうね、最後ナイフにこだわってくれてなかったら終わってた。あれ普通に負傷まで行った時に殴られてたらね、終わりでしたから。脱出と、長弾と、列車メーター減少ですね。当てるナイフの本数が少なくて済むやつと、いうわけで、デボアは怖いというわけでね、
最後2人脱出まで行ったのは良かったんではないでしょうか。というわけで、サバイバープレイでございました。ご視聴ありがとうございました。高評価コメントチャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。